ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、本作は通算で9本目の映像作品です。そして旅の舞台は山口県に変わります。最初の目的地は錦帯橋で有名な岩国市。ぼちぼちと JR 宮島口駅から乗車した列車が玄関口ともいえる駅のホームに入線したようです。車庫に入るらしい回送列車を見送り、僕自身はエスカレーターに乗って改札を目指します。改札口が近くなるにつれて青春18切符を準備。お願いします。無事に改札を抜けました。ここから今日取ったお宿、実はちょっと時間がかかります。贅沢かもしれないんですが、タクシーで向かおうと思います。雨もひどいですから。岩国駅の外に出ました。目の前にタクシーが2台止まってるので、すぐさま運転手さんに声をかけて岩国駅からの乗車賃920円を支払い、やってまいりました。こちらが本日お世話になるホテル AZ さんです。いつも通り手続きをしてチェックインを完了して、今から部屋に向かうんですが、その前にお見せしたいものがあります。ホテル AZ さん、居酒屋さんがあるんです。23時まで営業。グランドメニューこんな感じになっています。ホテルの中にこうやって居酒屋さんがあるのは超嬉しい。見つかりました。今木の札を差し込んだらこうなりました。ちなみに今回の予約サイトも楽天トラベルで5280円。広くていいな。ちょっと下の方に目をやると簡易冷蔵庫がついてます。やっぱり欲しいなと思っていたものがちゃんとありました。しかもほぼ全身が映り込む。ではユニットバスの方も見てみましょう。ユニットバスも綺麗ですね。ちなみに電気はこの辺りについてます。ユニットバス内部はこんな感じです。鏡が大きい。見上げるとバスタオルがあります。アメニティも人揃い揃ってます。カーテン開けます。備え付けのシャンプーがついていて、隣にはシャワーヘッド。バスタブこんな感じです。あれから3時間ほど眠ってだいぶお腹空きました。先に説明した1階の居酒屋さん、今から行ってみようと思います。まだ営業中であると分かり、ドアを開けてすぐお店の方に撮影交渉をした結果、生配信ではありませんと説明しました。席に案内していただきました。まずは生ビールとお通しのごぼうサラダ。染み渡るこの美味しさ。まず居酒屋さん入ったら1杯目は生ビール、そしてもう箸つけちゃってますけどお通し。ビール飲んだ後だとすごく合いますね。食感もいいです。あらかじめ頼んだものがこちらです。あっという間に豪華になりました。
これが馬刺しです。そしてこちらが2ピースの唐揚げ。しかもこの唐揚げにはかまどかさんならではのさりげない優しさが垣間見えて、それは手が汚れた時に使ってくださいとご用意いただいたおしぼりです。まずはこちらの馬刺し、お醤油をつけて、口の中でとろけるような甘い馬刺しです。続いて特製唐揚げいただいてみようと思います。隠れています。レモンたっぷりかけて、美味しいぞ絶対に。かぶりついた瞬間に肉汁がブワーッと広がってくる美味しさですね。もう一つの大きな唐揚げを食べてみます。肉厚だし、レモンをかけたことによって酸味が加わって、より一層ジューシーで美味しく感じます。そろそろ昔ながらの釜飯いただこうと思います。開けてみます。本当美味しそう。よそっていきます。こんなところでしょうか。ほんのり醤油の味が効いて、昔ながらのと名前がつくだけあって、子供の頃を思い出させるような優しい味わいになってます。そしてこの昔ながらの釜飯には嬉しい特典がついてます。それがこの出汁です。まずは普通によそって、この釜飯に出汁を入れまして、なんとも言えないまろやかな味に変わりました。ラストオーダーも近いということで、山口を代表する地酒岩国の獺祭飲んでみます。お隣は店長様がご用意くださったお冷やです。さすが山口を代表するお酒、クーッと入ってきます。この上でのグランドメニューを見て気になっていたブリのごま和えです。ブリとごまってこんなに合うんですね。最後の一品、エイヒレです。エイヒレの香ばしい香りと柔らかい食感がちょうどいい塩梅ですね。獺祭をもう一杯いただきました。楽しい時間は本当にあっという間で、この日の夕食に使った食事代の総額は6039円でした。かまどかさんで美味しい思い出をたくさん作らせていただきました。美味しい料理とお酒ありがとうございました。そして夜が明けて2024年3月6日午前6時46分朝食会場にやってきました。ホテル AZ 山口岩国店さんの朝食会場であるバイキングレストランしだかさんは、店の名前で一目瞭然ながらバイキング形式、数ある料理から好きなものを選んでいくのですが、意外と後ろが使えていたため、撮影日の朝食はこんな感じになりました。見た目のバランスは悪いかもしれませんが、美味しい朝ごはんに活力を得て旅を続けるのに十分な元気をもらいました。またこのレストランにはドリンクバーめいたコーナーがあり、個人的に愛してやまないペプシコーラで余韻に浸りました。部屋に戻るとすぐに身支度を整えて、ホテル AZ さんを出ました。もうすぐガスが到着します。この立石というバス停に8時31分到着することになっています。
このバスに乗って岩国駅に向かいます。少々不安を覚えながらこのバス停で約10分間待ち、ほぼ時刻表通りに岩国駅行きのバスが来ました。移動の合間に山口県内で大いに活用する予定のフリー切符を購入。乗車賃の130円を支払って振り向くと、岩国駅へと戻ってきました。改札前に来ました。ここからは JR 西日本のフリー切符、タビワの山口セントラルパスの出番です。では使います。利用開始。アクティブにしました。気分上々で立ち上げたその矢先、衝撃の事実が発覚です。錦帯橋方面に行くのに鉄道だと本数が少ないと言われまして、急遽移動手段を変えてバスで錦帯橋を迎えます。結果的にこのフリーパスが大活躍するのはもう少し後の話になってしまいました。まもなく出発だそうです。岩国駅から錦帯橋までの片道乗車賃は300円。終点で降りてバスを見送り、目線を上に向けると、錦帯橋というバス停に到着しました。さて、目の前に目的の錦帯橋が見えてきました。念願かなって錦帯橋初めて見ることができました。本来であればこれからが本番というところなんですが、一旦ここで一区切りとさせていただき、本格的な散策は次回に撮っておきたいと思います。というわけで今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。